さよならホームランを放って今お立ち台、どんなお気持ちでしょうか。いや、とにかく勝ててよかったです。同点で迎えた11回の裏の打席でした。どんな意識でまずバッターボックスに入ったんでしょうか。しっかりいい準備して、いいイメージを持って、自分力んでしまいがちなので、それだけはないようにと思って打席に入りました。そしてダイヤモンドを一周するとチームメイトが笑顔で待っていました。あの時のお気持ちはいかがでした。いや、先輩方も皆さんが喜んでくれたのが一番嬉しかったです。今日の展開は点を取って取られてという接戦でしたけれども、延長戦に入ってから坂倉選手と一発というのもベンチのムードを変えたのではないでしょうか。やっぱあいつはすごいですね。はい、お手本です。まだまだシーズン続くので、もう一試合一試合絶対勝つという気持ちで、これからもやっていきます。ありがとうございます。また後ほど宇草選手にはお聞きします。そしてプロ初勝利、松本龍也投手です。初勝利おめでとうございます。すいません。すみませんというのはどういったところから出たフレーズでしょうか。いや、本当に毎回延長で投げたら打たれるんで、まあ本当に打ってくれてよかったです。お隣にいる宇草選手のホームラン、ベンチでどう見てましたか。いや、本当に分からなかったです。うわーと思ってたんで。そして結果的にはあのホームランボールが松本選手にとって大事なボールになりましたね。はい、手元には戻ってきそうですか。戻ってこなくて大丈夫です。本日はありがとうございました。まあ、僕ができた時はファンの皆さん温かい目で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今後のナイスピッチングも期待しています。そしてサヨナラホームラン、宇草選手お願いします。いつも熱い戦ありがとうございます。明日からもとにかく今に集中して、絶対勝つので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローはサヨナラホームラン宇草選手、そしてプロ初勝利松本龍也投手でした。